upon you. どうもブラザー、白瀬ゴロです。いつもご視聴ありがとうございます。モナの、元素爆発なんですけども、今ぐらいの火力が出る、内容の説明と、あとは使っていく、基本的な、ビルドとかそういうのもお話ししていきたいなと思います。で、チーム編成は、ちょっとモナの、蒸発を使っていくっていうところと、その蒸発にかかる、元素熟知を上げていくところと、基礎的なベネットのフィールドの威力をアップさせるっていうところなんですが、ちょっと武器選びが結構慎重になるというか、そこら辺があると思うんですが、まずは簡単に何を装備するのか、まずはレベルが80でちょっと低めなんですけども、一応会心率と会心ダメージのバランスはこんな感じで、使っていく武器なんですが、今僕が使ったのは紙風原点なんですが、こっちの流浪学章を使っても大丈夫です。これちょっとレベル50だったんで、20万ぐらいしかちょっとダメージ出なかったんで、あれなんですけども、基本的に会心ダメージか会心率の入ってるものを選んでやれば、あれね、それなりになると思います。だから今だったらショップで売ってるものであったりとか、そうですね。気候のやつとかでも全然大丈夫だと思います。はい。で、こちらの会心率と会心ダメージは上げるとして、僕が見て重要なところがここの基礎攻撃力値ですね。今の構成だとベネットと、クレイの竜殺しの英傑団とかいろいろ使ってますんで、それがちょっと結構な違いになります。この基礎攻撃力値モナの861ってものに対して、ベネットフィールドのこちら素晴らしい旅の攻撃力上昇率119、これテンポ上げて139になってます。で、旧貴族この 20% もこちらのモナのこれに入ってくるわけなんですけども、だからここで天空の刃でベネットフィールドの火力を上げて、で旧貴族の効果をこっちの基礎攻撃力で上げていく。でプラスこちらの竜殺しの英傑さん、これで次に登場するキャラの48%、これが、やっぱりここにこの基礎攻撃力に変わってくるというところになります。なのでここのこういう構成でいくのであれば、旧貴族をつけたベネット、竜殺しの英傑さんのクレっていう構成をやるのであれば、武器は基礎攻撃力値の高いものを選んだ方がいいと思われます。もちろんこれで例えば流浪合宿学章を使って全元素ダメージとか元素熟知480って引けばいいんですけども、元素熟知480は一応元素熟知の方はこっちのスクロースの方で上げることになってます。スクロースは元素熟知上げ850ぐらいの熟知があるスクロースで、水力を使っていくと、水力を使っていきますね。これで水元素の影響を受けたやつが耐性が下がる。でテンプのこういうテンプで、水元素の元素熟知は50上がって、拡散反応を起こしましたんで、スクロースの800以上のやつの 20% なんで、これでやっぱり合わせて230とかそれぐらいの元素熟知がモナが上がった状態で攻撃することができます。で、ビルドなんですが、生物で流浪学章とフィナーレをつけてます。
で、今話したので分かると思うんですけども、基礎攻撃力値の高い武器を装備してますんで、こっちの、フィナーレの方の 18% のノリが良くなってくる。ここで攻撃力値の低いものを使ってしまうと、基本的にフィナーレと旧貴族と、竜殺しの英傑さんの伸びが悪くなってくるっていうお話になってきます。はい。で、もちろん、元素熟知80上げて、蒸発のノリを良くして、あとは、会心ダメージ。あと、会心ね。で、これでサブステータスで、万が一、元素チャージ効率と元素熟知が入っていれば、まあ、モナ用と言えるでしょうというところですね。あと、タルタリアもね、元素熟知大事なんで、会心ダメージ、攻撃力、元素熟知とか、そこら辺もやるとね、余談ですがいいと思います。で、ここを、ダメチャレの時って元素熟知にする人とかいると思うんですが、やはり攻撃力値の高い武器を使うケースが多いので、僕の場合はこっちの、攻撃力値元値の攻撃力値が高くなる高いものに対しての 46.6% の、攻撃力 の、 砂時計、これを使ってみました。はい。で、こちらが水元素ダメージ。もちろん回心率、回心ダメージと攻撃力パーセントが乗ってる。このパーセントが乗ってるっていうのはやっぱり武器の、ね、基礎値が大事になってきます。で、あとは、地風限定が回心率なので、回心ダメージの漏れるハットをつけてます。まあ、ここのハットの厳選は全くできてないんですけども、一応こういう形でやってます。ここに攻撃力とか、元素チャージ効率が入れば、モナはもっと火力が伸びると思います。おそらく、無凸であったとしても、40万ダメージとか全然狙っていけると思います。なぜなら、今僕がね、テンプ10なんですけども、凸3の10なんですが、僕、あえてね、無凸の人でも、できるところまでしか上げてません。10、今のところですね。なので、僕の場合、あと3つ上げれるんですけども、ここで止めてます。だから、無凸の人でも、まあ、これぐらいはできるのであろうというところの、計算で一応これ以上開けないようにセーブしてます。はい。一応参考になったかどうかはちょっと持ってない武器とかっていうところあるんですけど、これを例えばさっき言った通り流浪学章にしてみたり、黒岩の方を持たせてあげるとか、まあ、ちょっとそこら辺いろいろねあると思います。はい。まあ、普通に考えて五凸のこれがいいんだって話になると思うんですけども、これ五凸にするの大変なんで、黒岩であれば1個取ってしまえば敵を倒してなんちゃらみたいなやつを基本ダメチャリでは使えないと思うんで、まあちょうどいいのかなと思います。はい。まあ、敵のいるその螺旋とかでね試しにやるっていうことであれば全然黒岩で敵3体倒してダメチャリ、さらにね有意義にダメチャリできるっていう方法もあると思いますんで、まあ、それも試してみると僕的にはね面白いのかなと思います。はい。まあ、あとは、まあ、天空とかでもいいんだけど回心率回心ダメの管理がね難しくなってくるっていうところがあるんで、まあ、ちょっとそこはいろいろ試してみてください。僕は、まあ、たまたまこれ持ってたんでこれでチャレンジしてみました。あとは、まあ、流浪学章黒岩、まあ、天空浮世も叩き続ければね上がるんで、浮世でシールドをつけるみたいな効果でちょっと試しにねパーティー組んでみるのも面白いのかなと思います。まあ、これが答えではないんですけど。はい。まあ、あと最後に余談ですけども、基本的に僕はねモナはこうダメチャレをするようには作ってません。なので楽団を4セットにして銃撃とか、まあ、タルタリアもね僕は楽団一択だと思ってて楽団で使ってるんですけども、それの使い回しでモナと楽団使い回しでやってます。で、楽団は元素爆発も使えるんで、タルタリアがね元素爆発ダメージ強いし、そこに蒸発を乗せていくっていうので非常に優秀です。で、銃撃を強くなる、銃撃で戦うみたいなキャラクター。モナは最終的な目標がやっぱ銃撃を使っていってっていうキャラになりますんで、まあこちらの楽団を使っていく、あるいはまあそうですね、水元素と攻撃力上がりますんで水の生物がいいと思います。ただタルタリアの方はちょっと楽団の方がどっちかというと優秀かなと個人的には思います。はい。あと他にもいろいろねお話ししたいこととかありますんで、よければ生放送の方にね来てもらって、細かいことコメントでちょっと話し合いたいなとか、いや知らせ間違ってるよとかあれば言っていただければ話し合いにできればな、面白いなとは思ってます。はい。ではね、こんな形で終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。